出ッパは、ソッパともいい、上顎の前歯の先端部、あるいは上顎の前歯全体が突出している状態、またはその人を指す。歯科医療では、上学前突症の症例の一つと見るが、形質人類学では、思想の前傾、前突による、個人差もしくは、人種差を示す形質とし、病的なものとはしない。俗語であり、医学的、人類学的、 解剖学的な用語ではなく、厳密な定義もないが、よく目立つ特徴であるので人目を引き、芸能人の中にはそれを売りにする者も,もいる反面、一般には要望を損なうとして、強制治療の対象となる場合が多い。20世紀前半頃までは、日本人に多く、普通に見られたが、その後急速に減りつつある。普通に口を閉じた状態では、 歯列は唇に隠されて見えないが、上顎の摂氏の先端部の突出が大きいとそれが唇の間から見えてしまう。歯列弓が大きい場合は、やはり上唇を押しのけて歯列が露出する。プロフィルを見ると、摂氏が突出する例では、上唇が前方に突き出し、その先から歯の先端が覗く。歯列が大きい場合は、鼻の下から上唇全体が前突する。 こうした状態、またはその人を俗にデッパと呼ぶ。鹿においては、上顎前突症には、骨格性のものと派性のものがあり、上顎が大きいことによるもの、化学が小さいことによるもの、歯だけが出っ張っているものがあると定義し、これが、出っ歯の原因として、強制治療の対象とするが、実際に、咀嚼や発音に支障をきたす例は稀で、疾病というより主として、 美容上の理由で行われる。形質人類学では、個人もしくは人種において思想部の傾斜、前突が著しい形質と捉え、異常なものとはしない。すなわち、突出の度合いが大きすぎたり方向が歪んでいて、接触や発音に不都合や障害をきたす場合は、治療を要するが、大部分の出っ歯は、障害が見られず、単なる個体差であって、異常や病的とはみなさない。 以下に説明するように、歴史時代において、日本人は、ほとんどがデッパであったことが分かっており、デッパを病的やあるいは異常と見ますと、過去の日本人全体が病的、異常であったという結論になりかねない。思想側面角が小さく摂取が前突する、思想性突学を示す、模式図骨性の上顎前突症による病的に、上顎骨が大きなもの、あるいは、 死列の歪みと呼べる事例もあるが、多くは、上顎骨の思想部が大きく傾斜して摂取が突出している状態であり、死列が大きいため思想全体が突出するもの、さらに両者の複合による場合もある。いずれも、思想側面角が小さいことによる特、突角すなわち思想性突角によって生ずる、形質である。上顎骨のうち、謎スピナーレと、 プロスチオンを結ぶ線が耳眼水平面と交差する角度を思想側面角と呼び、この角度が小さいほど思想部の傾斜や前突が大きくなり、思想性突角を生じて、出っ歯を形成することになる。思想側面角の代償は、個体差もしくは、人種差であり、異常ではない。以下、順次解説するが、日本人は思想性突角が特徴であり、それが、 出っ歯の多い理由となっていた。現世人類の思想の形態については、思想側面格の大きさによって、表のような区分があるが、出っ歯は、俗称で、学問上の定義はないので、出っ歯であるか否かの判断は主観による。通常、独学が高度な場合に、出っ歯が起こりやすい。ただし、思想側面格が大きいことのみが、必ずしも出っ歯の原因ではない。 現代人では、原始生活を営む種族は別として、出っ歯でない人でも上顎骨の摂取部が化学骨より、やや前方に出ているので、上顎の歯列も下顎のそれより、少し前方に位置しているのが普通である。上下の歯の噛み合わせが、いわばハサミの歯のようになっているので、ハサミ状交合と呼ぶ。このため、上顎の思想側面角が小さいと、上の摂子が突出しやすくなり、 下顎の摂取との間に大きな空撃ができて、出っ歯が起こりやすい。一方、現代の原始民族以外で、古代人、例えば縄文時代人は、比較的思想側面角が小さく、突角で、上顎の思想が前突していたが、下顎の摂取と思想も前突し、上下の指列が接合し、ちょうど毛抜きの先端が合うような形態であった。 これを手術に用いる監視に例え、監視上交合という。この状態では、興奮部の前突はあるが、出っ歯は起こり得ない。現代人頭骨の顔面部。わずかに、上顎摂取が前進し、ハサミ上交合である。思想側面角が小さくなり、思想部が前傾すると、出っ歯になる。北京原人の頭骨。やや見にくい角度であるが、監視上交合がわかる。 出土した、個人骨から判断すると、個人類は、縁人から新人に至るまで特学か、生野語化に関わらず全て監視状皇后である。ハサミ状皇后が出現した理由はよくわからないが、個人類は固く粗雑な食物を摂取しなければ、ならなかったため、それに対応して強い咀嚼力を得るため、監視状皇后であり、人類が農業をはじめ、 柔らかい食物を摂取するようになって化学が退化縮小してハサミ状報号に移行した可能性が考えられる。デッパはハサミ状報号とともに人類の進化の上ではごく新しい形質と言える。思想側面閣の大小には無論個人差があるが人種差が大きい。一般に白色人種は思想側面閣が大きく上顎の熾裂は前突せず、 したがって、デッパは、ほとんど見られない。黒色人種は、白色人種、黄色人種に比べて、思想側面角が小さいが、監視上交合が多く、やはりデッパは少ない。黄色人種は、比較的思想側面角が小さく、しかもハサミ状交合であるため、デッパが起こりやすい。特に東南アジアから中国南部に分布する。 南毛庫人種と呼ばれる一群は特学の傾向がある。日本人は民族形成にあたって南毛庫人種の影響を大きく受けていると考えられ、近任の中でも出っ歯の方に傾いているが、時代による変化も大きい。日本人の人類学的形質が縄文時代から現代に至る間に大きく変化したことが第二次世界大戦後に鈴木直良によって、 主として、関東地方から出土した人骨資料をもとに明らかにされた。先に述べたように、縄文時代人は、監視上皇后であり、出っ歯はなかったが、弥生時代から次第にハサミ上皇后が現れ、古墳時代には、多くが、ハサミ上皇后となった上、思想側面角も減少し70度以下になったため、出っ歯が多くなった。鎌倉時代では、 思想側面角が60度近くにまで落ち、著しい出っ歯状態になっている。以後はあまり大きな変化はなかったが、江戸時代中期頃から少しずつ思想側面角の増大が始まり、明治時代以降は急速に増大している。現代日本人の思想側面角は76.4度で、まだ特学の範疇であるが、明治時代以前から見ると大きくなっており、 は見られなくなくりつつある日本人の歴史で見られた、このような変化がなぜ起こったのかは分かっていない。乳幼児期のおしゃぶりの菓子用や口呼吸、爪噛みなどが、熾烈の乱れを引き起こすという説はあるが、大きな時代的変化との関係は考えられない。日本人を含めたモンゴロイドは一般に、コーカソイドやネグロイドに比べ相対的に死がが、大型で、 したがって、死列も大きくなる可能性が考えられ、出っ歯になりやすいと見られるが、時代によって変化が生ずる原因は不明である。日本においては、第二次世界大戦終結頃までは、日本人の形質として、思想側面角が小さいことによる、出っ歯の発現頻度が大きく、出っ歯が普通に見られたため、特に問題視や強制される風潮はなかった。 日本人の国民性として歯並びに無関心であったことも影響していると考えられる。アメリカではデッパが対象ではないにしても強制死化が20世紀初頭には行われていたのに対し日本では第二次世界大戦後になってからのことであった。西洋人はキスなど口による愛情表現が多いが日本人にはそうした習慣がないのでその影響も考えられる。 戦後の日本人には思想側面核の増大が目立ち始め、全体として出っ歯の個体は減少し、それに伴い目立つようになり、またアメリカ文化の強い影響下に入った結果、白人の引き締まった口元が美的優位となったため、それらに伴う美的検知からはずべき特性とみなされ、歯列矯正が行われるようになった。それでも日本では、 歯科医学において、歯列の歪みである、不正交互の一つとされて、治療の対象とはなるものの、公害列を伴うような、重篤な場合を除いて、疾患とは判断されず、国民健康保険は適用されない。要望が、重要視される俳優、女優等の中にも、歯列強制を受けた人が少なくないらしいと、インターネット上のサイトやブログで取り沙汰されているが、 日本人の歯並びに対する関心が時代とともに変化していることが示されている。しかし単に美容面だけではない。日本人全体で出っ歯が改善されつつある中では、出っ歯のものは特に燃焼者においては劣等感や自己嫌悪を持つ場合がある。前述のように病気や異常ではないので、日常生活に差し触りがなければ特に治療の必要はないが、 精神的負担が強い場合は、それが原因で、対人関係の構築に支障をきたしたり、人格形成にも影響が考えられるので、熾烈強制等を受けることが望まれる。治療法は多種多様である。一般には、強制用の器具を継続的に、または一定時間装着して微弱な圧力を熾烈に、かけ続けて徐々に歯を移動させる方式がある。 弱い圧力は歯を通じて、歯槽骨に伝わり、圧力を受けた、歯垂骨は徐々に吸収されて消滅、そこに歯が移動する。反対側では、歯の締めていた部分が新しい骨の細胞で埋められ、結果として、歯の位置が変わって、強制の効果が現れる。骨細胞の増殖が盛んで骨にも柔軟性のある、少年期に行うのが適しているが、成人でも可能である。 長期間を要するのが何であるが、自分自身の歯をそのまま維持できる点が優れている。他に、歯根部を残して、歯の上部を切除した後に差し歯を装着する方法、あるいは、ブリッジと呼ばれる、抜歯して、新しい人工歯を入れる方法がある。短時間でできる利点がある反面、自分の生きた歯ではなく、異物を接続することになるので、強度や長期間の維持の面では劣る。 欧米人は日本人に比べて歯列強制を重要視する事実に対し、これを出っ歯の強制のように言う向きもあるが、前述のように白人には元々少ない上顎全突症を除けば思想側面格が大きいため出っ歯は極めて稀で、彼らの歯列強制はもっぱらラングイバに対応したものである。思想部は環境の影響を受けやすく、 食生活の変化に伴い縮小しやすいが、歯の大きさは遺伝的に強く固定されており、環境条件に合わせて縮小することがないため、小さくなった思想にサイズの変わらない歯が生えると、正常な曲線を持った歯列を形成できず、歯並びが乱れてラングイバになりやすい。西洋では、歯並びの美しいことが美的要素として重要視され、 例えばラングイバの一種であるヤエバも、奇怪な形質あるいは熟烈強制もできない、貧困の象徴として忌避する。かつての日本では、ヤエバが若い女性の魅力の一つに数えられ、1970、80年代にも、石野正子、吉本美代子のようなヤエバのアイドルが人気を呼んだ。欧米の文化、風潮が知られるようになって、次第に、そのような意識は、薄れつつあるものの、 なお根強い。外国で仕事をする機会も多かった彼女らは、後にいずれも、歯科治療により刃を処置している。本校の記述にあたっては、その他の書籍をはじめ、文中で提示した、いくつかのインターネットサイト、さらに提示には至らなかった、書籍、サイト等多数を参考とした。ありがとうございます。